最近よく耳にするパパ活、売春や援助交際など時代によって呼び方は変わりますが、結局一緒なのではないでしょうか。2022年の11月に、なんとも闇が深そうなスレが立ちました。パパ活してる女子だけど質問ある？答えられる範囲まで。相場は？うん、合う場所ってこと？ごめんねバカで。人によって違うよ。私が一番多い場所は六本木の蜘蛛のオブジェのとことか八甲前とかかな。相場を合う場所ってさすがにネタだよね。ネタじゃないけど、そういうことじゃないの？どこで顧客集めてる？女に困ってるわけじゃないけど人生で一回くらいやってみたい。ちな25歳。ね、私は暇そうな人に声かけてってるで、いいなって思った人とメール交換する。やっぱ小綺麗な金払いのいいおっさんが一番。金があればフェスでもいいよ。あり？私はお金になるなら何でもありだよ。値段は？1万から高くて10万。イケメンありかな？タイプだったら割引とかしてあげるけど、1年やって1、2人くらい。逆なんしてるのか。逆なんしといてお金は出してねって立ち悪いな。ごめんね。ケバしたことある？しようと思ってはいる。そのなんでパパ化しようと？お金が昔から好きでね、親も止めなかった。へえ、その金何に使うん？やっぱ服とかバッグ？考えてないや、ただ貯まるのを見るの好きなだけ。パパ活で妊娠したらどうする？避妊は一応してるけど、そうなっちゃったら育てるパパ活もやめる。その子供は悪くないし、いい親になんないとだから。一回いくら？だいたい5万。こんな客が好みとかこんな客は嫌だとかあるの？嫌だ金持ってない、ケチ。好き金ある。ぶっちゃけ顔の偏差値どれくらい？高いと思う。母親が美人で母親に似てるって言われるから。風俗もしてた？してない。何歳？3月になったら17、高校2年。頭悪すぎん。ごめんね。日本人ですらなさそう。文体が気持ち悪すぎる。純日本人だし文面キモいのは昔からだよ。休日の過ごし方は？だらーんと。抜きはいくら？とかはメニューに入れてない。頭悪い女が稼げる唯一の方法なんやなって。そう、最近私の転職なんじゃないかなって思い始めた。どこで客集めるの？駅とか待合場所、ハチ公とか人がたくさんいるとこ。パパ活で？は何人と何回した？数えてない。自分相当なビッチじゃん。当たり前だけど。周りもビッチ多い？友達か。学校の友達かっこ普通。清楚で可愛い子と頭いくて美人な子で2人くらい。パパ活友達かっこ仲間は可愛い子、美人な子、猫みたいな子。3人。ただそういうことが好きで、お金もらえるなんて最高ってことか。お金必要ってことか。みんなが私みたいってわけじゃないよ。初体験は何歳？相手は？14か13かどっちだっけ。相手は8校前の人。相手は選ぶ方？どんな人を？選ぶできればブランド物とか持ってる人とか、あとは直感で。いつかはやめようと思ってたりしてる？子供とかね、母親がこんな自分でも子供が胸割って言えるような人にはなりたいとは思ってる。それ以外はやめようとは思ってたりはしないよ。通ってる高校の偏差値は？知らんけどまあまあって感じだと思う。友達に教わってやっと入れたって感じ。初めて金のためにした時どう思った？お金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 って感じ。将来の夢とかある？泣いたらたら生きてる。哀れな化け物。でもお金もらうと嬉しいから自分かわいそうとは思ってたりはしないよ。パパ活で気持ちよくなることはある？ないかな。何歳上までなら付き合える？恋愛対象としてはってこと？年上かな。いくら稼いだ？3桁いった。まだまだ行くぞ。そう？違うよ、そんな潔白なもんじゃないよ。そろそろ梅毒の症状出てきた？ない。初体験もパパ活？もちろんよ。初めてのおじさんとも一回きり？うん、そんなにお金持ってなかった。高校出たら月40万出すからおじさんと暮らそうって言われたらどうする？一人暮らししてみたいなって思ってて、一緒には無理かな。大量おっさんはどう？大抵はお金あれば何でも OK。 かなり答えたし、もう質問とかはないかな。そろそろ落ちるね。楽しかった、ありがとう。それは以上で終わっていました。続いては2023年の2月に立てられたスレを見ていきましょう。パパ活やってる女だけど質問ある？どっちかというとレンタル彼女に近いかも。何のために生きてるの？人生楽しむため。経験人数と一番でかかったと一番小さかったのこと教えてくれ。人数はわからない。小ささで言えば子供のみたいな人はいた。大きさはそんなに変わらない。みんな同じぐらい。子供の入れた時はどうだった？どんなリアクションをした？別になんとも。いくら？場所どこ？1日3、4万ぐらいでやってるからめっちゃ良心的だと思う。場所は関西。需要があるから成り立ってる。最近はやる女の子多すぎてパパ探すの大変よ。コロナだけどどうやって生活してるの？コロナ関係なかった。おっさんとするのどんな気分？汚れてるって自覚ある？
汚れてる？という感覚がわからない。将来子供産んで母乳飲ませる時におっさんたちを思い出したりする？意味わからない。おっさんたちがベロンベロンに舐め回した。から生まれてくる子供のことどう思う？そんなのほとんどの女の子そうじゃん。君の奥さんも同じだよ。いや、ほとんどの女は金で知らないおっさんとやらないぞ。めっちゃやってるよ。それにお金なしで左右へと付き合ってる子もいるし。付き合うのはいいだろ別に。売りはしないぞ普通。それを普通と思うのはお前がその手の女友達としか関わってないだけ。ルートモってやつだよ。いや、年上と付き合ってるのは普通だろ。金で好きでもないおっさんとやるかどうかだぞ。あと、お前の周りにそれをしてる奴がいるかどうかじゃなくて、一般的かどうかだからな。お金が介入してようが舐められてたら一緒でしょ。意味がわからない。ダメだ、遅かった。汚れてる。お、好き？人による。パパ活って有効だろ。違い説明できんの？メインがデートだからね。パパ活女探す方法教えて。マッチングアプリやったら？今日会える？今日は昼から予約あるから。1いくら？3時間と仮定した時ね。時間は決めてないよ。若い人なら1日3万、パパなら4万。あとはチップとか食事連れて行ってもらってるし。したくなったらホテル行く。どこで釣ってんの？専用サイトがあるんだけどあんまり使えないからいろいろ試してる。何歳？舐めるの好きなお客さんいた？何時間くらい舐められた？21歳。してって言ったらずっとしてくれた。なんか面白いエピソードある？めっちゃどもってる大学生がいた。こちら36歳男子なんですがお願いしても良いですか？住みは北海道です。来てくれるなら。すみません、こちらに来てくれると助かります。飛行機代追加で5万出します。5万払うならこっち来る方が安くない？休みないんじゃね。ああ、そういうことか。自尊心とかないの？あるけど。稼いだ金何に使うの？貯金してる。なんで円行って言わないの？円行じゃないから。いくら稼いだ？わからないけどチップとかお小遣いとか全部合わせると毎月平均50、60万ぐらい。いわゆる、土方ね。親がかわいそう。というかせっかく華々しい女の20代前半をよく枯れたように使えるな。虚しすぎる人生。むしろ若いうちに勉強できたよ。楽しいしお金も稼げる。30超えたらできないだろうしね。税務署に通報した。罰パパ活、丸円行、売春。なんでそんなに言葉にこだわるの？風俗のが稼げるぞ。風俗は嫌だ。リピートありなのよ。リピートのために頑張ってる。実際問題って大きさじゃないってマジ？船がよく言ってるんだけど。マジだよ。今は何人とパパ活してる？常連さんが4人、新規さんがちらほらって感じ。してるなら遠行だよ。じゃん。スレはこの辺りで終わっていました。お次は2022年の9月に建てられたスレを見ていきましょう。パパ活やってる女子大生だけど質問ある？まあ、答えれる範囲で答える。あり？あり。ゴム付きで。見知らぬ人に奢ってもらう小じつってこと？時間内で恋人になる感じ。パパ活ってなんだよ。遠行です。ならそう言えばいいのによ。競技は何でもかんでもいいかよる。遠行って自覚あるならいいや。売春。まあ、お金をいただく恋人。基本いくら？私は時給3000円で設定してる。パパ活って飯とかだけちゃうんけ？ご飯だけだったら、3000円から値引きする。定期 JB ちゃんいるけど出社前に一発やるのがたまらない。頭でいてそのまま大学だと、儲けがいい。安いな。ご飯代とかは別やけど。つまり3時間なら9000円か。都内ならしたい。相手は一人ですか？不特定多数ですか？最近、いつもお相手してくださる人3人に、絞ろうと思ってる。誰も彼もじゃちょっと危険だなって思う。ということは現在不特定多数の男性から金銭の授受があり、体を売っているってことですね。どういうところでパパ募集してるんだ？ SNS だと目立ちそうだし気になる。大学でそれ専門でやってる人がいて、その紹介。その紹介をした人は大丈夫ですか？斡旋をしているように受け取れますが。同じ大学の子結構やってる。仲良しの子みんな一回は経験してるみたい。ルイは友を呼ぶ。趣に交われば赤くなるなんて言葉がありますからね。飲食店バイトで閉店まで毎日こき使われて、体調崩して入院した子がいたんだけど、その子に紹介したら、月給倍以上になって、体調も良くなったって喜んでたし、やっぱ若い時はその特権を生かすべきだと感じた。そんな友達に紹介とか腐ってんなお前。普通の飲食も搾取率すごいしひどいでしょ。女子大生の間はパパ活の方が、絶対健康にも精神的にもいいと思った。金額は自分で設定できるし。クズが売春斡旋かよ、最低だなお前。売春は任意。てか、それでもブラックバイトにしがみつけって考えの人、軽蔑します。彼氏いんの？いるならしね。いないけど。お前やってるのはただの遠行じゃねえか。パパ活とは別ぞ。ただの遠行女ではろた。やっぱブスだと普通に飯だけじゃ金にならないから遠行に走るんやね。
可愛い子は飯、デートだけで金もらってんのに。普通に風俗とかで働くより効率いいし、相手も選べるし、大事にしてもらえる。時給安いのじゃ働く気にならんし。女ってみんな隠れてパパ活やってんのかな。美人な子はご飯行くくらいのなら、大体やってるかもね。どんな名前つけようか二人で必死に考えて、うちに生まれてきてくれてありがとうって心から思って、毎日毎日おむつ替えて、夜泣きの度にミルク作って、幼稚園行かせて小学校行かせて中学校行かせて、何度も何度も喧嘩したり絶叫してしまったり、たまにはめちゃくちゃ褒めたり欲しいもの買ってあげたりして、そんな紆余曲折を経て育った娘が今、自分の命よりも大事な娘が今、転校してるとはね。まあいいじゃない。おじさんたちの話聞いてあげるのも、一種の社会勉強だよ。売春が社会勉強かよくそんな。心の底から軽蔑するわ。成人してますか ?21 です。お前彼氏に親に売春してるって言えるのかよ。言えるんだろうなバイタだから。彼氏いない歴年齢ですわ。親に言えるのかよ呆れた。親も学費と生活費払える能力ないし、別に言ってもいいわ。悲しいな。何かどうしようもない経済状態にされて、パパ活は悲しいとか、人情論バカとしか思えんな。ここまで女子大生追い込んだのは、クソみたいな大人なのに、まだ純潔にこだわるか。どう見ても、ダメだわこの国は。お前の方がダメすぎてわろた。遠行ダメとか言ってるやつ、どうせ価値がないやつやし。パパ活なのに遠行してたらパパ活の意味がなくない？本末転倒みたいな感じになってない？スレはこの辺りで終わっていました。続いて2022年の9月に建てられたスレをご紹介します。大人ありのパパ活してるけど質問ある？見バレしない程度に答えます。今何歳？何歳までやる予定？24歳です。何歳までやるかは今のところ決めてません。どうで会う？アプリですね。アプリ？ SNS ではないんだ。誰でも無料で登録できる Twitter より男性側がお金払って使ってるアプリで出会う方が幾分か安全です。まあこんなことやってる時点で安全もクソもないですが。いくらカツアゲするんですか？カツアゲかっこ笑い一回会うたびに3いただいてます。相場より多分安い。叩かれてるイメージしかないけど実際楽しいの？もちろん楽しくないですよ。女の思考回路って本当なぞ。金ないから男と寝ようって発想がもうクズというか大事。クズと言われても仕方ないと思います。月何ぼくらい稼げるの？パパ活を主な収入源にしてないのでお小遣い程度です。JK なら高校に通報されたら困る？JK じゃないのでわかりません。生大人なん。どんなに崖っぷちでも生は絶対にしないって決めてます。ビル飲んでた方が事故ないし男の食いつきいいけどなんでなん。もともと生理痛ひどいのでピルは飲んでますが性病のリスクがあるので。性病というかヒトパピローマウイルスを移されます。子宮癌になりたくないなら、生でやらない方がいいです。ジェンダー？ジェンダーは使ったことないです。速歩？速歩ならやりたい。お互い警戒してるので食事してからホテル行くパターンが多いです。普通にストリートなんかの方が良さそう。されてうざいことある？たくさんありますけど特に個人情報詮索されるのはうざいなーって思います。桜や冷やかしも混じっているアプリに男がお金払ってるから逆に危ないんだよ。最初に優しくても乱暴になるやつも今後絶対にいるよ。もうやめなよ。仕事の収入だけじゃとても生活できない状況なのでリスクは承知の上でやってます。心配してくださってありがとうございます。普通に違法だしな。隠語の使い方とか麻薬取引かよってレベル。てかそれでどうやって納税すんの？何が違法なの？はぁ、法律知らなさすぎてくさぁ。脱税。普通に確定申告いるぞ。このスレを国税庁に通報すればいい。見せしめにそろそろパパ活女逮捕するんじゃね。コロナはどうしてたの？自粛期間中はさすがに会いませんでしたよ。アプリですでに部活を宣伝してんの？出会ってから持ちかけるん？もう大会しちゃったので今はどうかわかりませんが、私が使ってたアプリのユーザーほとんどがそういう目的でした。アプリ内の掲示板などに書き込まれてる中で条件合う人を見つけてメッセージやり取りして会うって感じです。いろいろお答えありがとうございます。ではコロナ関係なく収入少ないってなんでですかね？シンプルに月給が安いからです。こんなバイタが親だとか妻とかだったら最悪だなマジで。俺がこいつの子なら精神やむね。パパ活や遠行やってる女は絶対に家庭持たないでほしい。ほんと女って感じ。今パパ活やってるようなやつの10年後マジで楽しみ。それはこの辺りで終わっていました。それでは最後にもう一つ、2022年の10月に建てられたスレを見て終わりにしましょう。パパ活で汚れてた女だけど何か質問ある？風俗嬢からのパパ活女子です。ありふれたスレだけど、質問あれば。風俗ってコミュ障が客としてきたら嫌？全然嫌じゃない。むしろ、パリピが来た方が困る。乱暴な人が多いから、コミュ障の人は人を傷つけないようにしてる感じだから、私にも優しかった。客やパパに説教されたことある？めっちゃある。
この前は、向こうから体の関係迫ってきたパパに、体の関係を OK したら、もっと自分を大切にしなよ。って言われてブロックされた。頭おかしいなその男。性病はどうやって対策してるの？病院で検査をこまめにしてる。パパ活って有効やろ？実際そう。食事だけでお小遣いくれる人もいるけど、少数。ちょっと前に売春で捕まった女いたよね。あれか、写真ネットにばらまかれて警察行ったら捕まったやつ。元風俗嬢の人妻と不倫してたけど精神ぐちゃぐちゃだったよ。エロかったけど、やっぱみんなそうなるの？そうなる、というか、精神ぐちゃぐちゃだから風俗嬢になれるんだと思う。普通の感覚だったら知らない人とエッチできないよ。そうか、悪い言い方だけど元から精神ぐちゃぐちゃになってたのかあの子。子供産んでも昼間旦那に内緒で風俗で働いて、バレて旦那公認でそれからも働いて、なんかかわいそうだった。そうならないようにね、きっぱりどこかで辞めれるといいね。少なからず金銭感覚は狂うから普通の暮らしには戻れないし、風俗でも自分の居場所を見つけちゃうと抜け出せないよね。私は普通に会社でも働いてるから、うまく辞められるよう頑張ります。ありがとう。風俗初めて体の見た目で変わった箇所ある？だれた。歳だからかもしれないけど、あとは、化粧をちゃんとするようになった。パパ活って飯食って、していくらなの？人によるけど、私は3から5くらいかな。なんで俺の彼女にはなってくれないの？むしろ、彼氏になってほしいわ。彼氏いないから。パパ活の方が客が年寄りで儲かるってこと？そういうわけではないけど、引っ越しをきっかけに風俗はやめた。今は東京に住んでるけど、東京の土地勘がなさすぎて、どの地域で働けばいいのかわからなくてパパ活にした。普通の女と、おなりわいにしてる女を見分ける方法を教えて。だらしない人は風俗嬢っぽいなって思っちゃう。あとは、夜なのに化粧バッチリな人はこれからお仕事かな？っていう、ありきたりな回答で申し訳ない。彼氏いても今の仕事辞める気はないんでしょう？彼氏と結婚を考え出したら辞めるかな。デリケートゾーンも啓蒙してんの？してる時期としてない時期がある。今はしてない。整える程度。男の器を勘違いしたブサイクとしか結婚できなそう。無理だわ。私も自分は結婚できないんじゃないかと思ってる。まあ隠すのとか後から言うのはやめろよ。男がかわいそうだから。本当にそう思います。申し訳ない。今何歳？ 24。32歳童貞どう思いますか？早く卒業できるように頑張ってください。そんな感じの人にそういうのやめて付き合ってって言ったら付き合ってもらえるの？つか普通の仕事ってしてんの？稼ぎのある人だったら付き合う。その分の収入を支えてくれるなら、普通の仕事してるよ。会社員。単純に収入が足りないの？頑張ってやりくりすれば足りるのかもしれないけど、お金のことを気にして生活するのが嫌だから、ある程度稼ぎたい。いい客ってどんな人？友人の風俗嬢は、清潔で行為の前後で態度が変わらない人がいいって言ってたけどそんなもん。まさにそんな感じ。清潔感は一番重要だと思ってる。あとは、痛くしない人。顔とか体型とかどうでもいい。年齢と学歴は？ 24。大卒。普通に就職活動せんの？普通に国立の大学卒業して、普通に就職活動して、普通に会社で働いてるよ。普通の仕事はしたいと思うの？したい。やっぱり世間体があるから。正直、風俗とかパパ活一本の方が稼げる気がするけど、昼食は絶対にやめない。会社勤めしながら風俗嬢してるとか借金でもしてんの？借金はない。全部貯金と生活費。でも、ブランド物が好きなわけでもホストに貢いでるわけでもない。仕事とプライベートの回数は何回くらい？仕事は週2から3くらい。プライベートは月に2くらい。あくまで平均で、全然しないときは1週間しないときもある。パパ活と遠行って違うよな。なんか最近混同してる人いない？本来なら違う。でも、パパ活って言いながら、するから混同したのかと。まで求める男とお金が欲しい女の需要と供給が一致したんだと思う。お金を食事代として使うか、直接渡すかの違いはあるんかね。よくわからん。そこら辺混同するからやり取りがスムーズにいかないことがたまにあって困る。金絡む？ばっかだと、普通の、できなくならない？一般的には食事代とは別に交通費という名目でお金渡すんだと思います。最初のやり取りではっきり確認した方がいいかもね。普通の、もできるよ。彼氏とかとは、一回お金もらって、した人とはお金なしでは、したくないけど。何個稼いだの？トータルはわかんない。前、デリヘルやってた時は月に4回前後出勤して月に20とか。彼氏欲しいとか今まで思わなかったの？俺は1ヶ月でも切れると寂しいんだけど。彼氏いたことはあるよ。彼氏も知った上で付き合っててくれた。なんで風俗入ったの？
お金を稼いで貯金したかったから。節約すればよかったのかもしれないけど、節約するより稼いだ方が早いって思ったから。片思いしてる子に風俗で働いてること突然言われたんだけど、一応これ信用されてるんかね？男友達とかにそういう話する？信用はされてると思う。あとは、風俗嬢っていうのを知って、これから態度が変わるかどうか試されてるとか。ちなみに、私は友達には一切話してない。前の彼氏以外知ってる人はいない。日本人以外なら何人とやったことある？本番はないけど、ピンサロで働いてる時、中国のお客さんなら来たよ。見た目は本当に日本人そっくりなんだね。理想の大きさは？平均がいいです。大きすぎても痛いだけだし、小さくても何も感じないから。相場1回産後とかなら結構稼げそうだし、相当収入ないと厳しいじゃんかよ。フレから始まっちゃった人が同じような感じだけど、一緒にいるの普通に楽しいから独占したい欲が最近すごく出てきて悩ましいんだが。その子がどれだけ稼いでるからわからないからな。でも、一度狂った金銭感覚はちょっとやそっとのことでは元に戻らないから、付き合うなら覚悟した方が良い。パパ活ってご飯の他にもお金いるんけ？ご飯をおごるだけで良いって人もいるのかな？一般的には食事代とは別にお金は渡す。私もそうしていただいてます。デリヘルみたいなプレイしてくれって言ったらどういうのしてくれるの？ドアから入ってきて、自己紹介して、お風呂一緒に入ってってやってあげます。前の彼氏とはそれやって、途中で源氏名で呼ばれて、本当に悲しくて泣いた。たくさん稼げて羨ましい。だいたい何人くらいの男の、入れたの。本当にこればっかりはわからないけど、20は確実に超えてる。もっとかな。男が清潔感出すのってどういうところに気をつければいい？髪の毛しっかり洗って、髭をしっかり剃って、騒がないサイズ感のあった服を着る。風俗嬢も早期にお金を貯めたいとか、夢を叶えるためにってならいいと思うな。そういう嬢はすごくいい子で目的がくたまるとすぐ辞めちゃうけど、彼氏にも言う必要ないだろ。お金で持っていく覚悟でいれば。これから彼氏ができたら、彼氏に言うか言わないか本当に迷う。こういうことしてるうちは彼氏なんて作らない方が良いんだろうけど、目標額まであと半分くらいだから、頑張る。彼氏の条件は？やっぱり顔系？顔もだけど、真面目に働く人。あとは一緒にいて楽しい人。風俗の男抜きで、経験人数は？ごめん、それだけで25くらいだわ。立地でごめん。結婚遊んでたんか。まあそこまで行けば吹っ切れて風俗やっても変わらない気がする。やべえ人とやったことある？行為中に首絞めてくる人。あとは、痴漢プレイが好きな人。寝ます。付き合ってくれた人ありがとうございました。汚いっていうことは自覚してます。汚れてしまったものはもう戻せないけど、少しでも真っ当に生きられるように努力します。女って人生楽でいいな。俺も女に生まれたかった。それはこの辺りで終わっていました。教育の大切さがよくわかるスレでしたね。皆さんはパパ活をしたことはありますか？また、パパ活をどう思いますか？